はい、皆さんこんにちは。こんにちは。んじんです。兄貴です。よしです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんにはいお知らせがあります。お、何？一身上の都合によりほうイラストを募集したいなと一身上の都合でもないでしょ俺らが公的にうん、ちょっとお願いしたいなと、はい、思いまして、うん、なんで？っていうのも、うん、シーンチェンジってあるじゃないですか。編集においてもその何て言うんですかね、場面が変わるとき、場面の切り替えというか、はいはい、あれ今まであのポンってこう言ってたところ、うん、あ、そうだね、はい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 、ポンってポンだね。あれを、うん、ちょっと、うん、今時の YouTube っぽくしたくって、おう、まあ、誰とは言わないですけど、うん、まあ、結構そういう演出を、はい、結構見るようになって、うん、これいいじゃんと思ったんですよ。なるほど要は羨ましかったってことだね。そうなんですよ、うん、で、うん、まあ、こっちで用意してもよかったんですけど、はい、まあ、せっかくなら、うん、Twitter とかでよくイラストもらってるので、はい、そういうのを、うん、場面転換の時に、もう使わせてもらえたらなと思って。あ、すげえいいじゃんそれ。なるほど。視聴者さんが描いてくれた絵が、はい、こうボコナグラの中にチェンチェンジの旅に、はい、こう出てくるって感じ。そうです、そうです。おー、いいね。僕らが、うん、ボコナグラとか言って、うんうん、場面が切り替わるみたいな。なるほどなるほど。教育テレビみたいな感じですね。そういうことね。そういう感じで、うん、やりたいんですけども、はい、何せですね、うん、著作権が怖い、確かにという問題がありますので、そう、ちゃんとこれは、うん、もう差し上げのものだよっていう、はい、動画で使ってくださいねっていう、うんうん、合言葉だけ決めておきたいんですよ。もう、なるほどね。はい、後から、うん、これは使ってほしくなかったって言われてもお互いちょっと悲しいよね。はい、うん、涙がちょちょ切れるので、そうだね。で、うん、なので、はい、何にしよっかな、何がいいですかね、分かりやすいタグ。あ、なるほど。なんか例えばツイッターとかで募集するっていうか、そういうこと。そうですね、うん、シャープ、うん、ボコナカクラにあげる絵、うん、なるほど、ボコナカクラにあげる絵ね。にしないと、うん、後で検索するときに、あ、そうだ ね、 ですよね。確かに確かに、そうか、漢字ちょっと考えますね、うん、はい、というわけで、はい、長きにわたるですね、うん、ここ中倉会議、はい、ここ中会議を経てですね、そうやね、かれこれ53分ですか。そんなにしてね。めっちゃ長かった今話し合いまして、うん、はい、うん、決まりました。はい、送るためのタグはですね、うん、はい、ここ中倉専用、はい、漢字でですね、うん、ここ中倉専用、今画面に多分出てるよね、はい、うん、もう僕の顔が隠れるくらいでかく書いてる、どんどん書いてますよ、はい、で、うん、それで、はい、送ってくれれば後から検索僕らもして、うん、あ、これだと思って、うん、それを、まあ、保存ファイルに保存して、うん、まあ、日々の動画に活用できると思いますので、うん、それをぜひよろしくお願いします。お願いします。たくさん送ってほしいよね。そうですね、うん、切りなしに送ってほしいですね。切りなしに本当に、はい、で、まあ、絵の上手い下手は、ね、うん、気にしませんので、全く問いませんね、気持ちで、うん、気持ちで、気持ちでいこうぜみんな、はい、ね、で、うん、著作権が怖いって言ってるだけあって、はい、うん、なんかね、その辺の画像を引っ張っていくのをやめて、ね、それだけはあ、やめてください、ね、うん、あ、あ、なるほど、オリジナルの絵で、うん、お願いします。自分で描いた絵ってことで、ね、はい、うん、その辺のアニメのやつをスクショしてとか、うん、あ、そうだね、それはそれで使えないので、そう、いろんな大人の事情が関わってくるんで、はい、そうなんです、うん、申し訳ね、申し訳ねっていう感じですよ、うん、はい、うん、じゃあ、はい、本編やっていきましょう、うん、はい、何するんだっけ、あ、そう、今日は、うん、前回手に入れた醸造台を、はい、使ってちょっと遊ぼうかなと、うん、あ、いいですね、まあ、置く場所も僕決まってるんですよ。あ、マジで、はい、第一印象から決めてた。そうですね、出会った時にビビッと来ました。よしさん家のここですね、うん、よくここで、うん、かっけえなんか高いね。高いっすよね、うん、背伸びして作らないと。さんちのところよく作ってましたよね、うん、そうだね、みんな集まってやってたよ、ほんと。よしよし、
ね、よくあのアルコールランプ置いて、うん、あのシルバーアクセでよく作ったんですよね。そうなんだよ、アルコールランプで熱してね、ロウを溶かして作るんだよ。あ、2個欲しいな。2個あるといいな。うん、こうね、ここに、ほいほい、おー、いいね、いいですね、アルコールランプ感が。ここに、うん、あ、ブレイズパウダーを、パウダーパウダーを、パウダーを、うん、あと使いまして、ほう、この左側に入れるやつ。そう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 、うん、これが、燃料ですね。あ、燃料なんだ、うん、燃料なんですか。ああ、なるほど。で、なんか今、黄色いのが充填されたね。で、ここに、ガラス瓶セットして、うん、水が入ってねえやん、これ。水入ってないで、これ水が入ってねえやん。はい、じゃあ、うん、材料がなんとなく集まったので、うん、いざ実験。おい、テレテテテテレテテテ、キューピー3分間クッキング。マジでやっていくんや、それ。ちょっと待って、これさ、はいはい、まず、うん、これね、作業デーが欲しいんだ。はいはい、ほら、作業デーが欲しいんだ。作業デー、さっきやってこうか。あ、もう作った。はい、作業デーどこ行こうかな。ヨシさん、ちここに作業デーありましたもんね。そんなとこないでしょ。絶対にねえわ。これ作業台あったんで。こんなとこでどうやって作業すんの。ここ。こことあ、違う待って、ね、今回使うのは、はい、砂糖。はい、砂糖ですね。クモの目、キノコ、うん、これを使うと、うん、発酵したクモの目、おっていうのが、発酵した、気持ち悪いな、なんか取れます。その表面なので、うん、ここにね、ネザーボートの次でいいよね。うん、そう、発酵したクモの目、発酵しない、あれ、この前に何か必要、いや、は、ネザーボートいらないかもしれない。あ、ネザーボートいらず、まあ、じゃあこれは後だ、うん、フグ、先にフグやるね。うん、はい、ここ、ここ、フグを入れるだけ。うん、そうですね。ネザーボートの後にフグ、うん、その次が、マグマクリーム。うん、こう、この辺でちょっと遊んでいこうね。で、その間に、はい、仕込みが大事ですからね、仕込みが。お、コポコポコポって、なんかできた。金の人参もちょっと作っときます。うん、おーい、お、できたよ。いい音するな。さあ、できました。はい、水中呼吸のポーション。おー、これで粘土取り放題。取り放題ですね。で、これこのままだと、うん、3分間なので、うん、はい、あの、効果を高めていきたい。あ、そんなこともできるの。そんな時にはですね、うん、あ、ありがとう、アンディーズ、うん、レッドストーン、うん、これをぶち入れたので、うん、今3分だったやつが長くなるわけですよ。へ、うん、じゃあ次いきますよ。はい、耐火のポーション。お、マグマ落ち放題。そうです、マグマクリームを使うと、うん、耐火のポーションができます。そうなんや、めっちゃいいやん。まあ、こっちもできましたよ、さん。あ、ほんと？水中呼吸のポーションが、うん、3分から8分になります。すげえ、倍以上だ。で、さらに、うん、これだと、うん、ごくごく一人飲み用なんですよ。うん、あ、そうなんだ。うん、いつもスプレータイプにしたじゃないですか。うん、うん、そんな時は、うん、火薬を、火薬を入れるわけですよ。すげえ複雑。このくだり、いや、覚えれねえ。一回やると覚えます。あ、本当？大丈夫です、大丈夫です。これで、うん、できました。本当だ、スプラッシュポーション。これで、うん、僕らの大好きな、うん、粘土集めし、よっしゃー。粘土集めし放題だ。8分間持つってことだもんね。はい、8分間持ちます。すげえ。ってことは、これ投げて3人で食らえば、はい、8歳24分。そうですね。すげえ、命令粘土取れる。ただ、うん、暗視が欲しいですね。暗視、あ、小学校ね。なるほど、暗いでか。水が、あ、そこに無限水源作りたいね。ああ、そうだね。ヨウさんちとだって、なんか作業室、無限水源ありましたね。ないよ。世界中探してもどこにもないです。蛇口すらなかったっすね。ないない。蛇口。
だいぶ実はなかったんですよ。暗視結構使うね。めっちゃ使います。あ、そうなんだ。じゃあたくさんいるんだ。暗視、でも金の人参がいるんだよね。そうです。金の人参はどうやって作るの？は、金塊を、人参と金塊を、やつですね。あ、へえ、結構コスト高いね。いや、そうなんないです。あ、ほんと？金銀本と1個使わないぐらいですね。あ、そっか。はい、というわけで、はい、かなりの数のポーションができましたー。じゃあ、すごい上がりが、今回すごいんじゃないですか。水中呼吸に、大化に、暗視、弱体化、ですね、4つのポーションを、作ることができました。素晴らしいよ、これ。目覚ましい成長を遂げた。そうだね、一気に進んだね、なんか。もう街の薬屋さんですから、僕ら。そうか、確かに。街の薬屋さんの称号を得ましたからね。だね。はい。じゃあ、こんな感じで、はい、次回じゃあ、なんかそのポーションを使って何か遊んでいきましょう。あ、やりたいやりたい、ね、はい、やりましょうよ。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。イラスト待ってまーす。待ってまーす。お願いします。